2020年、はい、スプラトゥーンを見ながらね、2020年何が私に起こったかちょっと振り返ってみたいと思います。1月、特に何をしてたか覚えてません。2月が誕生日ですので、これといって何かしたわけでもありませんが、そうですね、年を一つ重ねました。そして3月もね、特に何があるってわけでもないので、何もしておりませんでしたね。で4月で、この頃からですかね、コロナで、自粛期間中になりましたよね。世界中が、世間中が、ということで、4月は4月で自粛ができるぞということで自粛しておりました。5月はね、自粛が続くぞということで自粛をしておりましたね。6月は梅雨時といえどもやっぱりまだ自粛しておりましたね。で7月はね、いろいろありましたよ。後半になんか私熱を出しちゃいましてね、でこれはいかんと、で PCR を受けに行ったわけですよ。ところが陰性で、全然コロナではない。しかし熱はね、1週間経っても2週間経っても収まらない。これはやばいぞってことで、町医者に行ってね、こうだっていうのに何回も、通院しながら原因を探るわけなんですけど、全くその解決の糸口が見えないまま、約8月ね、ほぼ1ヶ月間寝たきり、もう動けなかったですね。だから、ご飯はね、バナナ2本とポカリスエット2本、1リットル分ですね、1日、それしか口にできない。痩せましたよ、ガリガリになっちゃいましたね。ポカリダイエットをしまして、でこれじゃあもうどうにもならんぞってことで、でっかい病院に紹介状を書いてもらってね、医者に、でっかい病院で診てもらったわけですよね。でもその頃もうほぼ一月ぐらい経ってるわけですから、まあぼちぼち治るかなってぐらいの時だったんですけども、その見てもらった若い先生がなんか非常に話の通じるというか、精神的なもんだったんでしょうかねという結論にはなるんですけども、なんか熱って一回出ると、発熱すると熱がね、ほんとプラシーボですよ。思い込みというかプラシーボですね、逆プラシーボですわ。だから、俺は熱があるんだね、病人なんだって思いつつね、病は気からじゃないですけども、そう思ってたので、熱がね、ある、体がだるい、原因がわからん、病気だって思い込んじゃってて、頭がね、そういうモードになっているので、なかなか熱が下がらなかったんじゃないかなみたいな話を先生がするわけですよね。ああそうかもしれませんね。で、一応、ね、でもその話してる間にね、スーッとこう体の調子が良くなってるのがね、目に、見えるように、本当に分かりやすくね、スーッと良くなってきたなって感じで、一応念のため漢方薬出しておきますねということで、漢方薬をもらって、帰る頃にはもうすっかり治っておりましてね、全く発熱の症状もなく、体のだるさもなく、ただね、もう一月も寝たきりでおったんで、筋力がない、とにかく筋力がない、ね、近くのコンビニに行くのも一苦労だったぐらいだったので、本当に、しばらくは、ね、散歩して筋力の回復に努めて、おったんですけど、一番落ちたら困るというかね、治りが遅い筋力がやっぱ喉、声ですね。声がね、なかなか戻んなかった。今もなんか戻ってない気がするんですけど、とにかく声が出ない。喋ってないから声が出ないって。本当に声が出なくて大変でしたね。っていうようなものが7月、8月。で、9月。9
9月はね、これといって取り上げることも何もなく、そして10月ね、10月もまあ、何かしたというわけでもなく、11月、12月と、これといって何もすることなく、まあ、平穏無事に、今年が終わっていくわけですよね。と話しながら思い出したんだけど、今年の2月ですよ。2月ね、陣内くんが YouTube を始めまして、それのお手伝いをずっとしているんですけども、まあ今年は本当にずっと YouTube をね、人の YouTube って言い方もあれですけど、人の YouTube を真面目にやって、自分の YouTube はねほったらかしではなかった。マイペースね、ぼちぼち、ずっとアニメを作ってたんですね。1分のもうかれこれ 1年間続けようと思って、8月ちょっと1月休んじゃった。じゃあ区切りのいい400回までは続けようと思って、1分のアニメを作っておったんですけど、まあ、だからといってね、何が面白いのかね、よくわからないアニメですから、それは受けませんし誰も見てませんけども、こう400本猫のあるあるを書き続けたというのがね、なんていうのかな、こうやったったぞね。で、新シリーズをね今ちょっと考えてるんですけど、なかなかこれがね1本出したんですけども、猫の手紙のやつをね、これ なかなか手間がかかるんで、いやもっと楽してね、できるアニメはないのかっていうことで、まあ、この何ですか、アドビのキャラクターアニメーターで、声色を変えてね、掛け合いの何かものができないかなと、まあ、模索をしたり、なんかしている年末でありますわね。うん、そんなところですかね。まあ年明けからはもう少し何か、そうですね、やりたいなとは思っておりますよ。仕事に限らず、趣味というかね、で、今年は珍しくもゴースト・オブ・ツシマにハマったりね、最新のゲームね、今はスプラトゥーンにハマってるんですけど、最新のゲームに、再度目覚めましてね、ちょっとね、この辺をもっと突き詰めてね、おうち時間が長いですから、行ってみたいなとは思いつつね、そんな感じですね。はい、まあこれを見ている頃には僕はもうこの世にはいない、この世にはいないって、これを聞いてる頃には僕はもうここにはいないだろう。思えば僕がまだ、ね、みたいなやつを、ね、猫のアニメで作ってますね。そのシリーズをねちょっとたくさん作りたいので、ちょっとね手間がかかるすごく手間がかかるんですよあれね、めんどくさくて絵もたくさん描かなくちゃいけない。ちょっと頑張ってもうちょっとね、アニメをね、受けないアニメをちょっと頑張って作っていこうかなと思っております。はい、といったところでちょうどお時間となりましたね。何がちょうどなのかね分かりませんが、といったところで、じゃあ久しぶりに何か一曲ねやりましょう。チャンネル登録してください、チャンネル登録してください、儲かると思って始めてみたけれど全然儲からないんだよ、登録している人は知ってる人ばかり、情けで登録しているよ。
下のボタンを押すだけで簡単に登録できるのに、チャンネル登録してください、チャンネル登録してください。久しぶりにやるもんだからコードも忘れているっていう。はい、ありがとうございました。スプラトゥーンぜひフレンド登録してやりましょう。